は部活お休みだから早く帰れるね。この時間はいつもみんなと一緒だからなんだか不思議な感じだよ。そうね、ちょっと寂しい気もするけど、せっかくの休みだしゆっくりしましょう。寮に帰る前にカフェにでも。短距離のんきに構えろ、短距離さ。え、じゃあ私は行くね。大会頑張って、また明日。はい。あ、カリン、それにエマッチもやっぱ二人は今から帰んの？うん、アイちゃんは陸上部の練習に参加してたの？まあね、私の足を見込んでくれてるみたいで、たまに練習相手になってくれって頼まれるんだ。さすがアイ、二次学習の運動部から引っ張りだこね。確かこの前もテニス部の練習試合に呼ばれてたんでしょ？いや、それほどでも。テニスの方は怪我で出られなくなっちゃった友達にどうしてもって頼まれてさ。試合相手の学校、テニスの強豪校だって言うから、さすがの愛さんも緊張しまくりだったんだけど。一球入魂！テニスを持ってテニスをプレイ！コートを着たままコートに立つ！ストロー加えてストローク！惚れ惚れさせるよボレーショット！スマッシュガン！変な感じでギリギリだったけど、どうにか勝てたよ。日本のテニスってお酢を持ってプレーするの？初めて知ったよ。すごいね。断じて違うから覚えちゃダメよ。それにしても陸上部の練習といい、テニス部の練習試合といい、愛は本当にすごいわね。テニス部の方なんて入部をせがまれるんじゃない？うん、そうなんだけど、実は西学のテニス部だけじゃなくて、その練習試合の相手校からも誘われちゃってさ。え、他の学校から？愛ちゃん転校しちゃうの？やだよ、愛ちゃんがいなくなっちゃうなんて寂しいよ。いやいや、しないしないしないよ。ちゃんと断ったから。連絡先は交換したけど。で、また今度その学校と試合が組まれたらしくて、ご指名受けちゃったんだよね、今から。と、そうだよ、今からテニス部行って練習するんだった。ごめん二人とも、私行くわ。またね。頑張ってね。二次学だけじゃなくて他校からも。本当に愛されてるわね、愛だけに。なんてね。